今川さん、今回はアンケート、ご協力ありがとうございます。はいまあ、前回ですね、あのー、ハロウィンコンプリートボックス買っていただいて、ちょっとメールの方遅れちゃったんですけど、届いてますかね、はい、一応、11月15日の方にメールの方をちょっと、まあ、ちょっと商品遅れてしまってすいませんということでお送りしてるんですけども、はい、も,うもし届いてないとであるならば、LINE に直接メッセージいただければなと思います。 まあでも届いた方はこのメッセージも届かないと思うんで、はいまあ、今回アンケートありがとうございます、はい、で自分が成し遂げたい目標サラリーマンを辞めたいと、うん、まあみんなこれいただきますね会社辞めたいっていうでライティングに興味を持った理由が見せるメールも興味をめる文章を作りたいとで悩みがなかなか稼げませんとノウハウコレクターになるのでは心配してますと、まあ、これはですね一つあの ご提案というかまあもしその文章を本気で勉強したいっていうことだったらお金もらいながらやるっていう方法があってそれは何かっていうとラランサーーズとかククウドワークスですでそこにめっちゃ仕事あるんですよコピーの書く仕事がだからそこでコピー書いてお金もらってっていうことをやりながら勉強するっていうお金もらいながら勉強するっていうのが一番いいと思いますそうすると稼げななないいいとうこじゃないですか、うん、まあそのコピーをだあの納品すればお金入ってくるんで でしかもそれでスキルあの習得できるんで僕はこれが一番いいと思いますなんかブログとか、まあ、メルマがやるにしてもじゃあメルマがやるにしてもリスト集めるためになんかまたやらないといけないじゃないですかでほとんどの人がこれができないんですよ挫折しちゃうんですねじゃあメルマがやりましょうっつったとしてもリスト集めるためにじゃあ無料レポートを作りましょうとか無料プレゼントを作りましょうでどん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 あのできなくなっちゃうんですね、うん、であるならば 結論その文章を書くスキルっていうのは絶対必要なんであのランサーズとかのコピーのお仕事がいっぱいあるので、まあ、そういうところで、えー、自分の力をつけていくっていうのがお金もらいながら一番いいんじゃないかなと思います。特にその見せるメールマガとか興味ある文章を作りたいんであるならばもう書くしかないんで,で今回のコピーライティング道場の講義の方を見ていただくとまあこういったことも よよいしし言ってると思いますんで、まあ、基本的にそのコピーライティング道場は最終的にセールスレターが書けるみたいな感じのカリキュラムで進めたんですけど、まあ、このメルマガとかいろんな文章の書き方のエッセンスにはなるかなと思います。はい、ということで、えー、今回はですねアンケートご協力ありがとうございました。であと、まあ、本気でめちゃくちゃ本気でそのコピーを勉強したいということであならばあ 3期ですね。こちらご検討ください。まあ、これが僕ファイナルでやりますんで、はい。で、あとですね、今僕鹿児島来てるんですけども、えー、今度ですね、福岡とかでもセミナーを、えー、セミナー,、えーなんかいろんなセミナーしようかなと思ってます。ただまあちょっとまた東京帰るんですけどね。まあ一応僕は鹿児島がここのが事務所で本拠地なので、まあ九州九州で言うならば福岡ですよね。 福岡が一番まあ人が集まりやすいんで福岡でセミナーまたなんかしようと思ってますんでその際はよろしくまあ、興味があればその際も福岡在住ということなので、えー、よろしくお願いしますはいでは今回はアンケートをご協力ありがとうございました。